京都府立山城高等学校は、京都府京都市北区大将軍坂田町に所在する公立の高等学校。クラス数は2020年度1907年に、京都府立第五中学校として、一中、二中、三中、四中に次ぐ五校目の旧正中学校として開校。また、聴覚に障害のある生徒を受け入れる、聴覚障害教育部を持つ。 山城高校生徒会は、京都府立山城高等学校に在籍する全生徒をまとめる最高組織で、生徒会役員選挙によって選ばれた一部の生徒によってなる。かつては、山城高校生徒自治会という名であった。いずれも2019年度のもの、一般の文化祭と体育祭を合わせた総称で、毎年9月に行われる。9月上旬に3日間行われる学校行事で、 一般には公開されていない。各学年が、それぞれ一つのテーマを元にした発表を行うほか、文化系各部活動及び、生徒自治会、各委員会、PTA などの展示、発表、企画が行われる。2003年からは、プログラムには含まれないが、水泳部が、校内プールを利用した、シンクロナイズドスイミングの講演を行っている。 ここから企画が派生し2005年9月には水泳部男子14名が第2回全国高校ボーターボーイズ選手権に出場した。9月下旬に行われる学校行事で一般には公開されていない。騎馬戦や綱引き、クラス対抗リレー等の種目がある。また服装は体操服ではなく各クラスで制作したクラス T シャツを用いる。 山城高校は3学期制のため、定期講座は中間、期末の計5回実施される。また、2018年度より3年の3学期末講座は廃止された。ありがとうございます。